はい、ジンチャンネルのジンでございます。本日11月2日月曜日ということですが、今回リミテッドアリーナ1週間やってきましたけど、はっきり言って大失敗でございました。では参りましょうか。スタート。ほい、ということで本日11月2日月曜日になっております。ただいま6時28分を回ったところでございます。アリーナが終了いたしまして、新たなアリーナが始まりますが、スケジュールを見ていきますと、先週10月26日から2日までは、こちらのリミテッドアリーナという形になっておりましたけど、今週からいつもやっていたアリーナに戻っておりますと。昨日ちょっと動画配信できなかったんですが、皆様もちょっとおかしいなっていうことをリミテッドアリーナやってて思いませんでしたか。ですね、本来使ってはいけないルールである覚醒ペットが使用されている、そういった方と対戦したりしませんでしたかね。昨日一通メールをいただいて、どうやらバグの使用で覚醒ペットを使うことができる方法を私メールで教えていただきました。ちょっとこちらの方昨日動画を撮りましたので、ちょっと見てくださいと。ですね、完全に周りはモザイクとかかけておきます。いちいち犯人探しとかするわけじゃないので、ただ昨日のアリーナの状況下でハリンとかが使えるという状況をちょっと見てもらいたいがために、ちょっとねこの参考写真撮っておきましたと。やり方なんですけど、まず私本来エレを編成しておりましたが、まあもちろん覚醒のキャラクターたちは、チームに参加させることができない。もう隣の枠に乗っけることもできないんですよ。ですが一度フレンドの対戦を行うことによって、こちらのキャラ選択をしていきましょう。そしてペット。そうするとここで覚醒ペットがもちろんフレンド対戦なので、編成することができると。では今度はリミテッドアリーナの方に戻っていきましょう。こちらのリミテッドアリーナに戻ってくると、なんとアーマーが配置はされております。ただバッテンマークがついている。本来だったらここでバッテンがついていたらペットなしの状態で戦うような状況になるかと思いますが、なんとここで見ていくとアーマーが参戦しておりますと。はっきり言ってちょっとね、運営さんね、これまあ気づいてなかったのかもしれない、でも問い合わせも来ているのかもしれない。はっきり言ってね、もうこれあまりにもねひどすぎる。はっきり言って覚醒ペット火力上げようと思えばプラス 90% ぐらいまで上げること可能じゃないですか。それと普通の一般ペットとの対戦、ただでさえセブンナイツペットの良し悪しで勝敗が決まってしまうという確率も非常に高いのに、覚醒ペット対星6のペットの対戦で戦ったらそりゃ簡単にランキング上の方で戦えますよね。で昨日のまあ僕がこの動画をちょこっと撮った時には夜10時半ぐらいでしたが、まあ上位の50位以内の人たちはもうほぼほぼまあ100位ぐらいかな、もうほとんどみんな、この覚醒ペット入れて戦っているような状況下でございました。別に使っちゃいけないとかっていうわけじゃないんですが、ルールを逸脱した状況でアリーナで1位から10位までのランクを競い合う、まあ自分はもうそれ聞いてちょっとやってみて1回やったんですが、もうあまりにもバカらしい。はっきり言って自分の場合はもう月曜日からちょこちょことやりつつ、ペットも自分星6の、メルパロいなかったから星5のキャラクターで回してきて、もちろんはっきり言ってこの今回のリミテッドアリーナ、いいところと悪いところはありますよね。初めやった時すっげえ面白かったけど、結局後出しじゃんけんの要素が非常に高くて、週末土曜日日曜日までどんな編成が来ていたか
で、ある程度戦力を組んで最後に使える回数で100回使ってそのキャラで一気にのし上がるっていうやり方が僕一番この戦い方の中でいいかとは思うんですが、さらにここに、それはあくまでルールの中で戦うんだったらそれもありだと思います、ありだと思うんですが、次回への改善点は改善点、やっぱ100回はすごい少なかった。ただこれプラスこの覚醒ペットを入れることによって、今まで月曜日からやってきた人がもうかなりキャラの制限も狭まれているのに、覚醒ペット使われちゃったらそりゃね勝てないっすわ、はっきり言って。もうこんなねむちゃくちゃなルールの中で順位争いして、結局ルビーたくさんもらえるようなシステム割ってる方とかはもうね報われないよね。うちのギルドでちょっとギルチャでどうやらこのフレンド対戦してそこにペットを変えたら覚醒ペット使えるようになるようですよみたいなことを言ったら、やっぱりみんな知らなかったですね、うちのメンバーは。で一番上にいたレジェンドを超えてる方も普通のペット使ってルビー割ったりしてレジェンドまで行ってるのに、なんか真面目にやってきた人たちが非常にねかわいそうでね、ならなかった。もちろんこれは、よく言われるチートとは違うけど、ルールとは逸脱した形でお金もかかっているルビーはあって上位に行って、さらにその人たちはたくさんのルビーをもらえる。で今月のもしかしたらこれ名誉の伝道とかも関係してきていたのかどうかわからないけど、まあその辺も関わってきていたとしたら、もうねこれ納得がいかなすぎません？もちろんですね、じゃあ運営さんがしっかりこの不具合を察知して、この辺書いてくれたらよかったんですが、不具合の報告も出てない。最後に出てるのが10月30日14時36分異業討伐戦のレギュラーシーズンの報酬が正常に受け取ることができない問題を解決しましたようで終わってます。なんか僕は金曜土曜日ぐらいからアリーナ回してて、初めはアリーナのところの上位の人のところを見てて、やっぱり自分も編成どんなのやってるのかなと思って見てたんですけど、ペットがハリンとかなってて、これはあくまで表示がバグってんだろうと実は思ってたんですよ。で昨日それ聞いたら、そのまあ実際使えるっていう話聞いてみたら、なんだよそれと、そういうことだったのかよと思って、もうね本当にちょっとねもうゲームやめたいって思うぐらいショックでした。でここに運営さんが情報上がってないっていうのもちょっとね僕もショックで、あの運営さんゲームやってる人誰もいないんですかね。アリーナやってたら、あれこれなんで覚醒のペット使ってるんだっていう風に思わないですかね。一体何人のゲームを作っている方がこのセブンナイツプレイしてる人いるんですかね。もちろん自分たちの会社のゲームソフトはやっちゃいけないとかそういう規律があるのかもしれないんですけど、僕全然ゲーム業界のことはわからないんですけど、もし誰か一人でも気づいたらこれ大きなバグであり、失敗失態ですよね。大きなバグであり、そこで気づいた時点で今日の日曜日までに何か一言あってもよかったんじゃないかなと思うんですよね。もう現時点の、状況から言ったらアリーナちょっとこれ押してみましょうか。報酬受け取り選手のやつ、僕マス2でした。はい、先ほどもね昨日撮った動画で見てもらえたかと思ってるんですけど、もうこれ多分昨日1位だった人たちとか上位陣で、50以内とか100以内とか入れてる方はまあルビーいっぱいもらってるんですけど、もうこれ以上多分何もできないと思います。
こっからルビーの回収しますとかっていう発動はさすがに僕もうないと思うんですよ。だから一体これ運営さんどういう落とし前をつけるのかなということをちょっとこの11月2日月曜日何らかのちょっと話を伺ってみたいですよね。はい、ということで今回このリミテッドアリーナでしたが、僕内容的なことに関して言ったら結構面白かったです。ただあまりにも始末が悪かった、ゲームのバグを僕はどちらかといえば運営さんは気づいてほしかった。これを知らなかった人たちは真面目にやって戦ってそれでも上に行けない、なんでだろうって悩んでいた人たち絶対いると思う。でもしかしたらあの覚醒のベッドが使っているのに、もしかしたら数値とか能力とかは反映されていなかった、ベッドなしという意味合いのグラフィック表示で動いてるのだけが見えていたのかもしれない。ただアリーナの上で戦っている人たちはみんな使っていたし、そこでもしかしたら勝っていたっていう、そのベッドのおかげでもしかしたら勝てていたっていうのもあるから、そこは僕も分かりません、はっきり言って。ただこれはもしかしたら僕の動画を見て初めて知ったっていう方も絶対いるかと思いますけど、もしそれ知ってたら、その覚醒ペットを使ってもっとやりたかったっていう人もいるだろうし、もう普通のペットだけでやってたけど上に上がりたくて石を割っていた人はなんだよそれと思って、ルビーを割るのをやめさせることができたかもしれない、ものすごい損している人がいるかもしれないと考えたら、何らかの形でちょっと運営さん、お答えしてほしいです。いやーちょっとね、僕最近、ここ最近の中で一番ね、セブンナイツやめたくなった瞬間でした、昨日。ここまでひどいかとかってちょっと思っちゃって、これどういう風な対応してくれるんでしょうかね。はい、ということで本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。ディアミさん、バイバイ、ありがとうございました。